はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと皆さんにちょっと相談事があって、まあジャイアンツ情報じゃないんでちょっとね申し訳ないんですけど、今日ちょっとね一本の動画にさせてもらおうかなと思ったんですよ。で、何の相談事かというとですね、YouTube ってなんかメンバーシップってなんかあるじゃないですか。まあ聞いたことある人も、まあ聞いたことない人もまあいると思うんで、ちょっと説明するとね、まあ簡単に言ったら、まあその課金というかね、まあ100円とか200円とか300円とか、それはまあ人によって変えたりできるんですけど、まあちょっとお金を払ってもらうことによって、まあ特別なコンテンツであったりとか、まあいろんな特典があるっていうようなね、ものがあるんですよ。もしかしたら他のね、僕以外の YouTuber の、まあメンバーシップに入ってる人もいるかもしれないですけども、まあちょっとね、今僕の中でメンバーシップをやるかどうかっていうのをちょっと迷ってて、皆さんにねちょっとねお聞きしたいなーっていうふうに思って動画にさせてもらってますと。で、もともとね、すごく僕は、まあ、視聴者の方と、まあ、コミュニケーションをしていきたいというか、まあ、交流をしていきたいっていうのが、まあ、あるんですね、気持ちとしてね。で、その上で、まあ、メンバーシップ、制度を取った方がより、親密に、まあなんていうんだ、コミュニケーションを取れるかなとも思いますし、まあ実際そのね、まあちょっとはっきり言ってしまうと、正直に言ってしまうと、まあやっぱりこう普通のライブ配信だけ、ライブ配信とかね、YouTube やってしまうと、なんかこういろんなこう、まあなんていうんだろう、たくさんのコメントが来てね、なんかこうあんまりこう誰がどうやって言ってるのかっていうのが分からなかったりとか、いろいろまあそういった問題もあるのかなと思って、なんかメンバーシップ制度を導入すると、なんかそのメンバーシップに入ってる人がコメントしたら、そのメンバーシップだよみたいな、メンバーシップのメンバーだよみたいなのが分かったりとか、そういったことのメリットってあるらしいんで、ちょっとね導入しようかまだ全然決めてないんですけど迷ってるんですね。で、はっきり言って皆さんが気になっているところって値段だと思うんですよ。で、まあ、人って結局100円であっても200円でも、まあ、自分がいらないとか、必要ないなって思うものにお金かけたくないじゃないですか。うん。だから僕は、やるんであればね、その人が求めてるものをしっかりこう、ね、提供していきたいと思うし、で、やっぱり値段もね、安くしたいんですよね。本当に100円、200円とか、まあ行っても300円ぐらいまでで、メンバーシップのその値段をね、まあ僕が自由に変えれるみたいなんで、300円までぐらいでやりたいなと思うんですよね。で、まあいろいろあるんですよ。僕ちょっと、なんかそのメンバーシップのメニューみたいなのを見たんですけど、いろいろ、なんかあって、なんかその、早く動画にアクセスできるようになったり、例えば、僕いつも6時とかに動画上げてると思うんですけど、その6時よりも前にメンバーシップの人だったらそれを見れたりとか、なんかライブ配信で、そのメンバーシップの人だけに、ライブ配信ができたりとか、なんか僕すごくこれいいなと思ったんですけど、僕ね、まあそのこの YouTube やってて何がしんどいかって、何しんどいかって、まあしんどくないんですけど、皆さんのねお仕事に比べたらしんどくないんですけど、ネタを考えたりとかね、その話題を考えたりするのって結構しんどかったりするんですよ。何しようかなって考えたりする時間って結構長かったりするんですけど、まあそれね、メンバーシップ制度を取ると、なんかその他のね、まあ LINE であったりとか、なんかそういう、まあコミュニティですよね、みたいなのを作って、なんかそこに招待できたりとか、することもできるらしいんですよ。メンバーシップのせい、人たちをね。だったら、その人たちが見たい動画を、まあ、こう、アンケートじゃないけど、こう、コメントとか、してもらって、それを僕が、吸い上げて、じゃあ今日はこういう動画撮ります、みたいな。で、ここの何時に、メンバーシップ制度の方に早期アクセスできる、なんて権利がありますんで、ぜひ見てください、みたいな感じでできたら、すごく、僕にとってもね、その話題をね、考える、ところもね、すごくこう、まあ、楽になるっていう言い方あれですけど、皆さんが求めてて、僕もね、その話題に対して、お話できると思いますし、すごく、まあ、皆さんもね、自分が要望した動画が上がるっていうところで、すごく、まあ、結構いい制度なんじゃないかな、とか思ったりとか、ちょっと自分の中にしてて、ちょっとメンバーシップ制度を取るかどうかっていうのを迷ってるんですね。で、皆さんに今日お聞きしたいのは、実際メンバーシップ、制度をやった方がいいかっていうところと、もしやるんだったらどれぐらいの値段だったらいいかっていうところで、僕は300、行っても高くても300円
までにしようかな、300円ぐらいで、やりたいなとは思ってるんですけど、っていうところをちょっとお聞きしたいんですよね。うん。で、こっからね、ちょっと僕の生活というか、まあその、今の現状も含めて、ちょっとね、お話していきたいんですけど、まあもしメンバーシップ制度をやるんだったら、ライブ配信とかも、メンバーシップの方だけに向けてやってみたいな、やりたいなというふうに思うし、まあ実際は僕アメリカにいて、実は16時間あるんですね。で、これ、後ろ時計あるんでわかると思いますけど、今僕、がいるアメリカのサンフランシスコではですね、今、朝の7時45分なんですね。はい。で、僕毎日、まあ朝4時ぐらいに起きて、4時15分ぐらいにアラームかけて、起きて、まあいつもね、ジャイアンツのナイターの試合を見てるんですけど、まあそういったところで、まあもうすぐシーズンも終わるというところで、まあね、試合もなくなるんで、皆さんとの交流もちょっと少なくなってくるのかなと思って、そういうライブ配信とかっていうのも、まあシーズンオフとかにね、積極的に取り入れていきたいなと思ってるんで、ちょっとね、今考えてるんですよね。うん。だから、まあ僕のね、もしかしたらもう一つのチャンネル、Vlog チャンネルじゃないですけど、小山翔平っていうそのまんまのね、チャンネルもフォローしてくれてるね、方いらっしゃるかもしれないですけども、まあシーズンオフでね、まあ話題が少なくなってくるので、まあそういうね、メンバーシップ制度を取りながら、皆さんと交流を図りながら、で、こっちでのアメリカの生活の、まあ様子を、まあもう一つのチャンネルで上げたりとかしながら、やっていきたいなーってね、なんとなく思ってるんで、そういったところで、まあ何度も重複してしまいますけども、まあ僕がね、メンバーシップ制度を取ったら入って、くれる人がいるのかどうかとか、実際値段、例えば100円だったら入ってやるよとか、50円だったらいいよみたいな人もいると思うんですけども、まあ実際値段がどれぐらいで、どういう、なんていうの、特典というかね、うん、まあ早期アクセス、動画のに対しての早期アクセスなのか、まあ、メンバーシップ制度の方だけのね、なんだ、ライブ配信なのか、それが、まあね、チャットで、それを招待して、皆さんの意見を吸い上げて、そのままね、皆さんが見たい動画を作っていく、特典なのか、それはちょっとわからないですけども、まあね、欲しい、特典であったりとか、まあ値段であったりとか、実際、小山が、メンバーシップやったら、まあ、はい、まあ、しゃーなし入ってもいいよとかね。そういった意見を、その3つぐらいですよね。入ってもいいかどうか、値段どれぐらいだったらいいか、どんな特典があったらいいか、みたいなところ、この3点ぐらいをちょっと教えていただけるとね、すごく嬉しいと思いますし、僕の Vlog チャンネルの方もね、ちょっとね、あんまり更新はできてないですけども、できるだけね、なるべく僕の生活というか、素のところというかね、プライベートのところもお話ししていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひね、もう一つのチャンネルの方もね、確か、僕のこの小山翔平ベースボールチャンネルのプロフィールというか、ホーム画面の方行ってもらうと、多分ね、僕のもう一個の方のチャンネルも表示できるように、表示してるように、表示させてるので、そういったところで、まあそのオフシーズンね、皆さんとの交流が僕にとっては、まあ生きがいというかね、すごく楽しい、楽しみですし、そういったところに、僕のもう心の拠り所にもなってますんで、そういったところで、ちょっと今日はね、メンバーシップ制度について、先ほど言ったね、3点のことについて、ちょっとコメント欄でね、いろいろ教えていただけると嬉しいなと思ってますし、もしね、コメント欄で、いや、お前のやつ入らねえよ、みたいな、お前関係ねえよ、みたいな、お前どうでもいいよ、みたいな、コメントが例えばめちゃくちゃ多かったとしたら、ちょっとメンバーシップ制度は、まあじゃあやめとこうか、人気ないし、っていう、需要ないしって思うんで、逆に需要あればね、やってみたいと思うので、ぜひね、皆さんの意見を教えてください。はい、そんな感じでですね、今日は、ちょっと、ジャイアンツ情報じゃなくて、ちょっと僕のパーソナル、的なところであったりとか、ちょっと悩み事のね、動画でちょっと大変申し訳ないんですけども、皆さんとね、本当に交流したいと思ってますし、交流するんであればね、その交流してる人に対してはですね、非常にこう、なんて言うんだろう、深くね、なんて言うんだろう、関わっていきたいというかね、うん、しっかり関わっていきたいという思いがありますんで、ちょっとメンバーシップ制度どうかなと思ってね、相談させていただきました。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。